イオングループマイカル過去に存在した、マイカルの店舗過去に存在した、日曜の店舗過去に存在した、日曜の店舗では、かつて日曜7月1日にマイカルに社名変更し、2011年3月1日にイオンリテールへ吸収合併。などによって運営されていた、日曜の店舗のうち、日曜ブランドのまま閉店した店舗について記述する。 北海道で店舗ブランドが日位の時に閉店した店舗としては日位江庭店、日位栗山店が挙げられる。青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、神奈川県、東京都、埼玉県、群馬県、静岡県、三重県、大阪府、大阪市、大阪府、南部、大阪府、北中部、兵庫県、京都府、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、愛媛県、1986年の 店舗も再編以降、日位本体は、ビブレ店及び、北九州地区の2店舗を担当していた。宮崎県長崎県2021年5月現在、旧日位店舗のイオンは、モイは、江別、千歳室、室蘭、伊達、旭川春光、門別、釧路、あっ根室、帯広、北浦は、新座、千言台、西新井、東、神奈川、海老名、厚木、 伊佐は、ツ、コ野池、イケ、加古川、姫路、五条、メジ、高知、大野城、福岡東の29店舗ある。2021年5月現在、旧、日井のビブレ店舗は、横浜ビブレのみである。ありがとうございます。